さん、その避難して集まったりなんか話お話しする場所用だら使ってもいいよってこう入りなんで、そう言われて、あんじゃすみませんっつって、で彼でガラガラガラとしてだから、ちっとは何か作んないかって感じで、こんな椅子作ったり、で炉が用だべって、この炉作ったり、で畳はやっぱ畳が欲しいって思って、で。アパートを旅行した時に出たやつ、ただベニヤではかっこ悪いのって言うの、うん、でやっぱり私富岡なんで、うん、桜を描いてる、ね、でもね、そうやってこういうのを色塗ったりなんかして、こういう部屋にして、うん、明日から皆さんちょこちょこ回ったりして、うん、でちょうどね、その座られる場所、高さっていうか、うん、うちの高さにしたんで、みんなここにそういうに座っておしゃべりしていくみたい。あとこういう小説やなんか、うん、ステンだけどいらないかなってもらって、でここに飾っておいたら、結構持って行って読んでる人もいますけど、北方市内の今、一箇所ここにピンが刺さって、次ここにピンが刺さって、ずっとピン刺しくとね、結構皆さん、あれなのかなと思うんですけど、そういうきっかけにこれ作ったんですよ、うん、そうです、ここはね、電気代と水道代って、ね、なんか月3000くらいだから。うん、まあ、年間何万ってなっけどね、それはみんなこうまとまれればいいなっていうことで、だから町、富岡町の例えば絆サロンとかでねっていう名前にしなかったから、うん、やっぱり私らね、その総総って相馬で双葉っていう行政区分ね、やっぱりそれは忘れない方がいいのかなと思って今いいんですけどね、総総地区っていうことは。で名前もそうそうっていう名前使って、ここでね、いろいろ作ったりなんかとか、そ う、ね、そういうのをこうでこうにできるから、うん、別な指導者がいて ね、うん、あの指導者っていうかリーダーがいて、うん、じゃあ私こういうの欲しいからとかって言って集まってくれればいいと思うんですけど、うん、皆さんそういうふうにこう利用していくといいかな、うん